7月22日から23日にかけて放送された FNS27 時間テレビ。その中で行われた著名人たちが 100km を走るマラソン企画が思わぬところで波紋を呼んでいるこの企画は必要以上に休憩時間を取らずに 100km の道のりを走った場合いつゴールすることができるのかを検証するというもの 走者の目の前を一定のペースで先導車が走っており挑戦者らはそれを追いかける形で走り車から引き離されてしまうと脱落になるというルールだった企画には18人が参加しそして見事優勝を果たしたのはハリー杉山 終盤、元消防士のピン芸人、渡119との接戦を制したハリーは23日午前11時30分ごろにゴールを迎えた。マラソン後、ハリーは、設楽さん、三上さん、やりました、と自身の出演番組、ノンストップ、同局系のメンバーに向けて喜びのコメントを伝えていた。また、今大会で井上咲ら、23、も大きな注目を集めた。 約16時間30分で完走した井上は全体で4位女性では1位という快挙を成し遂げたのだ放送後井上はツイッターで想像以上に過酷だった何回も何回も自分を鼓舞した最高につらかった分、最高に楽しかったです応援してくださった皆さんありがとうございましたと投稿 さらに、今から東京戻って番記者の生放送でますこちらもぜひ見てくださいとつづった24時間テレビマラソンへの疑問時間ギリギリか時間すぎるのなんで過酷なマラソンにチャレンジした後別番組の生放送へと向かった井上ネットではハードスケジュールを心配しながら健闘を称える声が相次いだ そんな中、ネット上ではある番組の恒例企画が注目を集めることに。それは同じく著名人が100キロマラソンに挑戦する24時間テレビ、日本テレビ系だ。同番組では毎回選ばれたランナーが番組開始直後の午後6時30分過ぎから走り始め100キロ、年によって変動あり、追いかけるという企画。 年によってばらつきはあるがランナーがゴールを迎えるのは大体番組終了間際の翌日の午後8時台いうのがおなじみとなっているしかし『27時間テレビ』ではハリーや井上を筆頭に軒並み参加者が17時間前後で 100km を完走していたそのためネットでは24時間をたっぷり使ってゴールするマラソンの走り方を疑問視する声がこう上がっている 24時間テレビだと放送時間ギリギリで死にかけながら武道館に戻ってくるけどどうなってるのって思っちゃった。24時間テレビのマラソンも100キロよね。27時間テレビであの人数あの時間に続々と完走してるのに24時間テレビになった途端時間ギリギリか時間すぎるのなんでってふと思った。 今回の見たら24時間テレビの 100km マラソンが時間かかりすぎな感じがした以下はネチズンのコメントをまとめたものです 100km 完走経験者ですが休憩を入れると筋肉が固まってしまい次に走り出す時本当に辛いので一気に走ってしまった方がよっぽど楽です24時間マラソンはお気の毒としか思えない 今回の27時間も17時間かけててちょっと休憩多いペースもゆっくりなので乾燥できる走力のあるランナーにとっては大変だったと思います世の中の 100km レースは大抵13から14時間で乾燥します24時間テレビのマラソンを始めた頃に比べて最近の夏は相当な酷暑で昼間走り続けるのはランナーもサポートも危険 夏場の日中の気温は5度近く上がったと思うし、昼間は1時間も走ったら普通の人はぶっ倒れそう。交通の問題もあるだろうし、番組終了ではなくて夜通し走って午前中にゴールするような設定や、一度休んで大丈夫かわからんけど昼の間は休ませて夕方から再度走ってゴールでも良いと思う。 しかし、井上さんは終わって次の仕事に行くとはすごいよ。亡くなったマラソン好きの神岡氏によれば、平均時速を算出して困難んんマラソンのスピードじゃないやん。これでマラソンというならマラソンに出てる人に失礼と言ってました、まだ見てた頃にスパルタスロン 246km に出場経験のあるかんぴょうちゃんが選ばれて距離が長いので。 ちょうど番組終了頃の時間を見計らって感動のゴールを演出したいのだと思いました他のランナーでは速度を落としたりその場で止まってる姿もあったそうですサライの歌とともに倒れそうになって駆け込んでくる姿を撮りたいのでしょう個人的には茶木美の「一人の道」がヘビーローテーションですと言っても20年以上は見てませんが こんな偽善番組のためにおそらく道路使用許可が出てるなんてどうかしてる芸能人が苦痛の表情を浮かべて走る姿を見て募金しようと思う人がいるんだな前は番組終盤の8時前後にゴールだったけど最近は24時間テレビが終わって次の行列ができる相談所生放送内でのゴールが多い気がするわら あとこの番組は障害を持った人にフォーカスを当てて生放送中に何かをさせることが多いけどいつ熱中症になってもおかしくない気温と湿度というのも考慮してほしいって思う。というか障害のある方に何かをさせる必要なくない。